あ,おかえりあれなんか買ってきたの私なんか頼んだっけ記念日でもないし酒普段飲まないのにどうしたのうーん飲みたい気分なんだあそういいよ 飲めば別に禁止とかしてないしこれから洗い物しなきゃなんだけどそれに私あんまりお酒それなら洗い物自分が終わらせてからするいやいや君帰ってきたばかりでしょああいいよいいよ腕まくらなくてそこまでして私と飲みたい 分かった。いいよ付きあうよ洗い物はいいよ一日くらいためても大丈夫でしょうそれに明日休みだしってことではいまずは乾杯ほら前に座りなよでどうしたん で話したいことはそれだけっていうか聞いてて思ったんだけどさ多分これ本題じゃない気がする嘘ってわけじゃないけど多分それよりも言いたいことあるよねいいなようん <laughs> なるほどね 最近私の態度が冷たい気がするから理由聞きたかったんだ気のせいでしょ私はいつも通りだけどむしろ君の方が冷たい気がする話しかける頻度減ってきてるし帰ってきてもずっとスマホ見てるし君が浮気してるとは思わないけどスマホに負けてるみたいでなんか嫌 嫌なものは嫌なの。もう、そんな顔しないでったら。腕上げて、もうちょっと。はい。これならあったかいでしょ。何たまには甘えたっていいじゃん。それとも私が隣にいるのは嫌。 でしょならいいじゃんあのさ最近君から好きって聞いてないいやそのわかるよ付き合う前から冷たくしてもあんなに好きって言ってくれたんだもん君の好きが揺るぎないことくらいはさでも私そこまで感情豊かじゃないし どっちかっていうと自分のペース崩されたくないからそっけない態度取りがちだし定期的にほ,ほら嫌いになってないかくらいは確認しとかないとなってだってさ普通彼女と彼氏って言ったらこう手をつないだりキスしたりとか一緒に寝たりとかするわけじゃん。 そういういのほとんどさせてあげれてないしこんな私と一緒にいてもつまらないのかなーってたまに心配になっちゃうんだよねでも私そういうのなんか苦手でさ確認行為みたいじゃないそれって思っちゃうの愛されてる自信がないからそういうことするって変な思い込みがどこかあるんだよね なんて言えばいいのかな私ね人の気持ちには上限があると思うの例えば今が100だとするよでもこうやって甘えたりわがまま言ったりするたびに9998って減っていっちゃうような気がするのだからあんまり甘えたくないっていうかそういうのは大事にしていきたい気持ちが強いのね それでね、もっと言うと好きっていうのは知識欲だと思うの憧れの転校生とかミステリアスな人とかそういう要素にドキッとしちゃうのはさその人のことをもっと知りたいから好きな人の知らない一面とかそうでしょでもねこうとも思うの 知られすぎたら全部知ってしまったら何をするにしても驚きや刺激がなくなっちゃうそうするとね人の心はどうなると思う正解はね離れていくの楽しかった日々と比べて今がつまんないって思っちゃう私はそれが嫌 自もともと浅いのは分かってるし君に全部知られて飽きられたくない君が私のそばにいてくれない明日なんて考えたくもないのさっき君が私の態度が冷たいって言ったでしょ多分あれ気のせいじゃなくて本当。でもねそれは好きの裏返しなの 分かってくれると嬉しいな <laughs> めんどくさいよねこんな彼女でごめんねうん今日は特別いつも我慢してるんだからちょっとぐらい甘えてもいいよねって今決めた 君も私も酒弱いのにねこんなに飲んじゃってさどうせ起きたら今日のことなんか忘れてるだから今だけは知られてもいいの私はね君のこと大好きだよ <laughs> 言っちゃった私のこの気持ちは変わらない 君のことを知りすぎてもきっとこの気持ちはこのままだと思ういつもはそっけない自分だけど君には私をずっと好きでいてほしいな手繋いでもいいさっき言ってた話と違ういいの今日はそんな気分なのほら手広げて 上から指絡ませてぎゅーって愛してる分だけ強く握りしめてありがとう私すっごい幸せだよ今日はこのままでいてくれる ああれもう朝行っ完全に二日酔いだこれってなんで私君と手をつないでんの昨日私がつなげって言った最悪ほんと最悪 もうお酒飲まない。